岡田さんをはじめ面白いと思える人の共通点として高いい視点や独特の認知力があると思っていますこういう認知力や視点を変える力を鍛えるためにはどのような方法が有効だと思いますか個人的には面白いと思った人の著書やブログなどその人の制作物を古いものから新しいものまでなるべく全部見ることでその人の視点がちょっとはインストールされるような気がしています。 最新刊の「初めに」で方法論を否定して考え方の大事さを説いていたので恐縮なんですが考え方を得るための方法論を教えてください独自の、ね、視点を持つっていうのは本当は時間がかかるんです簡単な方法を1個を紹介していますそれは何かっていうと誰の心の中にも偏見があります例えば男は女より優れてるとか 女男よ優れて何でもいいです金を持っている奴が偉いでも何でもいいですそれを偏見という風に言いますこの偏見を合理化してみるんです変な言い方になりますけども本来知性とか理性というのはこのような偏見を相対化するためなんです相対化っていうのは何かっていうといろんな視点から光を当てて自分が持っている偏見を徐々に徐々に溶かしてなくしていくことが相対化なんですところが相対化をして知性を上げてしまうとその人の 見識には独自性がなくなくっちゃうんですつまり頭がいいやつのサークルに行くとそうだねそうだねって大体終わっちゃうんです。なので視点を変える力っていうのを質問でどうやれば自分独自の視点を持つのかっていうと自分が持っている偏見の中で特にこの自分の中ではまあ 動かかないとかこれはもう俺の中で固定されてるなと思ったらあえてそれを溶かさずにいわゆる相対化せずに合理化するとその合理化っていうのは何かっていうとででいいんですもう他人から見たら何言ってんだとか単なるへ理屈だみたいなもんなんでしょうけどそのへ理屈を 無理して組んでいくことが独自の視点になるんですもちろんそれは偏見にしか過ぎないしその偏見をただ単にへりくつで合理化したものに過ぎないから弱いもんですでも自分の長所とか独自の視点っていうのが強いものである必要はないんです例えば何がなんて言おうと俺はお母さんが作った玉焼きが一番美味しいんだっていうのは 合理理化しちゃえば、っく理屈も何にも何通ってないんです。それは世界中の卵焼きをお前食べ比べたのかとかそれは感情的なものが入ってるんじゃないかというふうに言われちゃうんだけどもでも合理化では絶対に説得できないも中心格があるじゃないですか。じゃあその次になんで俺の母親の卵焼きはうまいのかというのを無理くりんでも理論化することが自分の視点を作ることになるんです。視点っていうのは、 言っちゃえば自分の中の偏見とか差別とかそういうふうなものがある程度合理化して結晶化して人の心を動かす程度のものを僕は視点というふうに呼んでるんですけどもそれは徹底的に合理的だったりなんかフラットな知性平面な知性いわゆる不偏不当のジャーナリズム的な視点からは生まれないと思います。なののので僕はは独自の視点を持つつ手っ取り早く一つだけ方法論を上げろっていう,ふうに言われたら 割と危険かもも、しれないんですけども自分の中の偏見とかあと差別感みたいなものを無理やり一つ合理化してみるっていうふうなことが有効でないのかなというふうに思います。